初めて手に入れたラッパーモデルよ。足曲げなんだけどこうやって帰ってくれるマジで裸足で行ったのかなと思うぐらいナイキがでっきりよ。本当にカッターでこう傷入れてんの、やば。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックは、私アントニーの事務所の先輩でもありスニーカー仲間でもあるシソンヌの長谷川忍さんです。お願いします。あら、まあアントニーとはね会えば、まあ大体スニーカーの話だ、はい、してますから。ファッションモンスター、ファッションモンスター吉本が誇る。いやいやいや、いや忍さんはだってもう僕が1年目の時からなんじゃこの人っていう、お客さん15人ぐらいしかいない楽屋でクソおしゃれしてて意味ないもんな。なんだこいつって思ってました。懐かしいな。そうだよ、ほんとその実家、ほんと全身立候補演とか俺マジ覚えてるのが、しのぶさんとリアーナしか着てないジバンシーの T シャツいや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 、あれ恥ずかしいわ今考えると。マジでそんなことある。今田さんが言ってくれたんだもん、あおしゃれくんっつって。おしゃれくん。高い T シャツやろ。俺もこの間買いて、高くて買えへんかったぞそんなのみたいに言ってて。いや、でもその後あの人バンバン、ジバンシーとかバンバン買ってたから。ですね。そしてですね、はいはい、こちら、目の前にあるのが、しのぶさんのコレクションでございます。ほぼ全部持ってきましたよ、ほぼ。もう今だいぶねやっぱ結婚してやっぱ増やせないのもあって、まああげたりとか、弟がほとんど同じ足のサイズ一緒だから。あ、弟にあげるんですか。うん、まとまってバーっとこう送って、何年後かにあのツアーイエローと AJ4 のあの、はいはい、ライトニング、ライトニングって言われてる、あれ入れちゃってること思い出してって電話して、ちょっとあの黄色いやつないかって、弟興味ないから分かんないから黄色いやつ興味ないんかい。興味ないのよ、興味ないか、全くないのよ、開ければいいみたいな、はい、でなんかあの黄色いやつだ、これで写真送ったりなんだりして、これあるかって言ったら、いやこれなんか俺のスニーカー好きな友達が持ってった、持ってかれちゃったのよ。マジっすか。そう、そういうミスはある。結構なミスしてますよ。いやマジダメだって。結構もうぐったりしたもん。でも今日履いてるスニーカーは、これアディダス、ヒューマンメイドとTOKIO かな、 TOKIO2020 かな。いいっすね。これもなんか体感シューズみたいでいいなと思って。はいはい、どちらで手に入れたんですか。これありがたいことにあのニゴさんにいただいたんですよ。これちょっとニゴさん、ニゴさんがちょっともう上げすぎてる。この間レオ君もね、そうか、レオ君なんかもうだって直属のね、でも怖い、本当に仲いいって言って。そうそうそう、えレオ君に憧れてる人ですか。いや違う違う違う、だって違う、この間レオ君でほぼ一緒、ほぼ一緒。まあ俺2号ファミリーだと思ってるから。それではしのぶさん、1足目のスニーカーをお願いします。はい、まあやっぱねこれをね久しぶりに出してきたんで、かっこいいですね。まあ、これはアディダスイージーブースト、750でいいのかな、はい、ラッパーのね、カニエ・ウェストのアディダスに移籍した時の一発目の、めちゃくちゃ履いた。これは履いてたな、それ黒スキニーにそれで現れてる忍さん何回見たか。ルミネとか無限大ホールとか立ちまくってましたね。立ってたね。でも何の反応もなかったけどなウケるかちゃおしゃれしすぎてるって。そうだね、それだから庄司さんにも言われたわ、品塩の庄司さんにもやめた方がいいよあれ、そっちに目いっちゃうからっつってこれはどの辺が気に入って買ったとかっていうのはあります？もうこれやっぱりカニエがこの前にナイキでエアイージーを出しててさ、それは全く買えなかったわけよ。まああれはちょっと僕ら芸人には手に入れられる代物じゃなかったっすよね。で当時仕事もなければ金もないから、でなんとかアディダスの方でこれなんとか手に入れたいってことで手に入れたんだけど、でも抽選外れまくって、はい、でもスニーカー同好会の人たちが全員抽選行ってくれたわけよ。やりましたね、はい、みんな先輩から後輩から同期からみんな行ってくれて、はい、で堤下さんが当たって。神様残酷ですよね。いやそうよ、やっぱ俺もやっぱね10年先輩だから言いづらかったですけど、やっぱ当たったって LINE グループに流れてきた時、なんで堤下なんだよと思いました。いややめろお前。そうだよ先輩ですけどやっぱちょっと思いました。いやそうだよ、絶対つっつん興味ねえじゃんと思ってそうですね。でもまあまあそれで譲ってくれたから、はい、ラッパーのモデルは長谷川ずっと欲しがってるから長谷川担当ねえんじゃねえかって言ってくれて、初めて手に入れたラッパーモデルよ。初めて手に入れたラッパーとのモデルと、あと吉本のスニーカーどこかのみんなで先輩からのっていう宝、
これはだからもう一生取っとかなきゃいけないやつ。ただこれ噂で聞いたんだけど、今出てるやつは違うんだけど、はい、これ結構足痛いのよ。アディダスさんに悪いイメージになっちゃうんですけど、これでも噂がっていうかちゃんとした理由があって、はい、カニエ・ウェストとかやっぱ平気で言うことコロコロ変わるんだって、うんうんうん、もう当たり前のように、うん、昨日は青って言ってたのに今日急に赤っていうようなノリ、まあ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 、全く違うようじゃないですかみたいな、うん、せめて紺とかならまだしも近づけれるのに、はい、真逆の色いきますみたいなことやっぱ平気で言うらしいですよ。まあまあ自分のこと銀色に塗ってた男ですからね。だからそういうのもあって急になんか言い出したんだ。まだデモとかしかプロトタイプしかない状態で見せて、ああこれでいいって言ったのに、でそれで工場の LINE に載せたのに、急になんかどっかのソール気に入らないって言い出して、あれやめてくれって言って、でまあまあじゃあ急いでソール変えてやって、また工場の LINE 載せてる最中に明日発売してって言い出したらしい。やばだからもうしょうがないから、もうだから未完成のまま出してるらしいの一発目。なるほど。そうでこの後のモデル黒とか茶色っぽいやつとか出てるやつは履き心地全然違うのよ、やっぱ間に合わせてるから。なんかあれ、じゃああれっすね、プレステも一番最初買うと不具合よく出るみたいな、ちょっと不具合多いって言うじゃないですか。それと一緒だ。それ一緒。都市伝説言ってるだけですから我々も。まあまあまあ、そうですね、はい、でもこれは実際もうカッチカチなのよこの辺とか。全然曲がんないし。あ、本当だ。うん、もう商品としてはどうかしてるやつ。ただカニエが言ったって、そこもまたいいじゃん。いいっすね、今ぐらついててさ、その確かにそのアディダスさんが泣いたっていう、泣いたっていうね、うん、島さんもともとそのカニエもやっぱ好きだったんですか、音楽。そうね、カニエのやっぱ 1枚目ぐらいの頃から聞いててさ、あの熊のやつの、うん、あ懐かしいな。でよく原宿にいたんだよね。俺は見たことないんだけど、言いますね、原宿によく遊びに来てたって。原宿よくフラ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 歩いてたらしいよ、うん、じゃあみんな気づかないけどっていう。そう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 、だからそれ聞いて、うわ当時じゃあいたんだと思って。今もう亡くなって東急なんとかになっちゃったけど、あのギャップがあったでしょ。はい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 、あそこのギャップのところによう座ってたらしいよ。いやあそこはカットモデルになりたいやつと芸能事務所に誘われたいやつしか座ってない。どう、カニウエスが座ったの。いや座ってるか。いや本当なんだって俺聞いたんだもん。いやだから当時の Google マップ見たらカニウエスが座ってる可能性がある。いないから、絶対近づいてったら本当に。ふざけんな、そういう時代があったんだよ。ない。まあ、だからその流れで次はこのね、第2弾というか、うわ350っていうね、これもファーストですよ、一発目の。革命的 な, なんか、ね、このデザインとなんかカラーリングも、そういやめちゃくちゃ綺麗な状態で残ってますね。あんまりね、だからこれはねそんな履かなかったんだと思う俺。多分カニが多分適当に思いつきで描いた絵をさ、はい、アディダスが形にしたんだよこれ。まあいや実際スケッチとか見ちょ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 って書くのよ。はいはいはい、それをはいこれスニーカーにしてって言うんだよ。もともとね、だってナイキとだって揉めて終わってるわけだから。そうですね、だからこれももう自分がエアホースワンみたいなスニーカーをもう誰もが履くようにっていう、履くようにっていうね、で3万円で売るっていう、うん、そう誰も買えねえだろもう世の中のこと見えてないからめちゃくちゃ言うやん。だからこそあんな素晴らしい作品ができるわけじゃん。なるほどね、ちょっと普通の人たちは感覚が違うから。そういうことですよこれは、はい、ちなみに当たんなかったの、はい、これは。でサルゴリラっていうコンビの赤羽健が当たったのよ。で健はほらもともとラップグループやってたりとかして、そうですね、ちょっと興味はあるから、はい、で譲ってくれるのかなっていう空気で近づいてったら譲ってくれなかったの、うん、いやこれは俺履くって言って、はい、たこいつと思ったら、でもね 1,2 回履いたら、はい、なんかあんまり自分的にしっくり来なかったのかな、はい、いいよって言ってくれて、はい、あこれ譲るよって譲ってくれたの、でも2回ユーズドなのにあいつ定価で売ってきたけどねそれだけはここだけは絶対使ってください、うん、でもやっぱり白間さんって言ったら、まあ、ナイキがスニーカーは好きだっていうイメージがあるんですけど、アディダスもでもまあイージーは買うとして、うん、人生で一番最初に履いた、まあ、バッシュというかスニーカーが、はいはいはい、俺アディダスなのよ。お中1になる小6の春休みかな、お袋が古着屋でフォーラムハイを買ってくれてたの。古着でね、もうボロボロまでいかないけど履けるよね。それこそ最近復刻した、そう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 、はい、あれ履いて、うん、リーバイスのデニムに寝るシャツ着てみたいな、それで小6の春休み過ごすみたいな、そしたらまあみんなバッシュ外で履いてるみたいになって、はいはいはい、でバスケ部のやつが引退して、バスケ部のやつがみんなバッシュを外で履き出して、うん、ちょっとなんか俺がそのブーム作ったみたいな空気になったり、そのちっちゃいコミュニティで、はい、そうそう、最初きっかけをくれたのは、うん、お母さんだったんですか。お袋がね、もう本当に言葉悪いですけど、あの専用かぶれというか、その結構そういう好きで、中学入ったらみんなトランクスになるでしょ、はいはいはい、なんかそのキャラクターものの絵描いたりような派手なやつとか、うん、なんだろ、スヌーピーとかポパイとかそういうのが流行ってたの、はいはいはい、でもそれじゃあみんなと一緒になっちゃうから、なんかちょっと違うやつないよ、袋なんかあったら探しといてくれって言ったら、うん、カルバンクラインのボクサーパンツを買ってくれた。そんな履いてるやつ誰もいないから最初いじられるんだけど、はい、
でもかっこいいなってなってきて、はい、高校ぐらいになった時にはもうみんな履いてるっていう。でやっぱそれ思い出して言われるのよ。俺はあの木村隆より早かったことになってるのよ。本当にそんなわけないじゃん。いやでもタッチの差で俺でも早いのよ。いやいや仕事では未だにそうなってるから。浜松の長谷川篠子がですか。そう、木村隆より勝ってる。いやそんなはずないから。いや本当なんだもん。僕もやっぱ母親もめっちゃ好きだったんですよ。まあ、そうだよね。じゃないと、うん、幼稚園とか小1ぐらいの時の服装見たら全身ヒステリックグラマーとかなんですよ。あ、じゃあめっちゃ好きなんじゃん、お母さん。何このカラフルな、まあ、広告の1枚になったの。いやいや、そうよ。小学校の時ギャップとか今でも行ってキッズのコーナーとかになんか黒人の子供が着てる絵とかあるじゃないですか。小さい時の俺じゃんって思ってマジでまんまいけんだよ。まんまいけるのあるんですよね。続いてはこちらですね。ニューバランスの990の V5。 あー、ニューバランスね。ニューバランスもでもイメージあるな。やっぱニューバランスでどっか自分の中でちょっとおじさん臭いというか、うダットシューズ感があって、まあダットシューズも流行ったんで全然履けるんですけど、履いてみたらやっぱめちゃくちゃ足に、まあね、履き心地楽、履き心地楽だし、長時間歩いてても足疲れないし、意外とどんな服装にもハマるっていう、スタイリスト私物ってあの山本光一郎さんって、あ、よく出してるスタイリスト私物ってあのもうブランドになってるやつですね。そうそう。で光一郎さんがあのセットアップとか出した時それいただいて、これ合わせるの何がいいかな、ナイキだとちょっとキメキメすぎるな、どうしようかなと思った時にニューバランス光一郎さんも履いてて、マネージャー履いたらなんかすごいしっくりきたから、ちょっとこう落ち着いた大人の感じにも見えるなと思って、そっから結構ニューバランスは履くようになったかな。このあれが嫌なのよ。別にいいんだけど、ナイキとか、ね、気に入ってるやつ買ってさ、こうやってここのシワ入るじゃん、はい、まあもうこれはね、もうしょうがないんだけど、しょうがないですよ、ね、もうそれ気にしてる自分もなんか嫌だし、はい、ちゃんと歩けてない俺が、歩けてない、すごく嫌なのよ。でもニューバランスとか機能性のやつもガンガンいけるから、なんかなんで俺はこんな俺の人生内勤支配されなきゃいけないんだろうと思いながらやってるから。たまにあるじゃん、あの動画とかで見るでしょ、あの転売屋の人がさ、海外とかで行ってさ、興味ないのに抽選当たって買ってさ、厳しいお店はさ、その場で履いてけっていうの、履いてけっていう、はい、でその場で履いてさ、それ売りたいからさ、その足曲げらんないからこうやって帰ってくれるこうやってこういう動画がたくさん、はい、そういうやつが5人ぐらいこうやって歩いてくる動画で見てらんないっすよね。いろんな人間のいろんな業が見えて笑っちゃうのよ。いやそうですね、なんか転売屋に売りたくない店員と、そう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 、まあじゃあ履くけどもこれを売りたいからなんとかして綺麗な状態で、いやあれ最高のコントだと思うよ俺。そしてそれね、はい、最近だとそのグレーのやつ、お、これですか、これあのオンっていうさ、あーごめんね、ああと見て、軽い、軽いでしょ、軽い、なんだこれは。スイスのブランドで、あのロジャー・フェデラー、オー・フェデラー、テニスのあの人が開発に携わってるスニーカーで、これもまた楽なのよ。で楽でいて意外と、結構ね何でもしっくりくんの意外と。いいっすね、めっちゃハマってる。いいでしょ、結構かわいい。そうなのよ、やっぱ20代前半だとなんかちょっと地味でおじさんっぽいなと思っちゃってたんだけど、今の年齢で履くとすげえこれも良くて、でその流れでサロモンも買ったのよ、これもね。でこれもやっぱもうさ、山で走る靴だから、はい、それ楽よ。これはもうグリップがすごいから、こうちゃんと、もう全然滑んないから、これ雨の日とかもう使ってる。で、あの濡れないから、弾くようになってるから、汚れても水でピャッと洗ったら全部。ギャルソンのカークオレーさんが一時期めちゃくちゃ入ってたんだよね。そうそうそう、それもあってコラボもしてんだよね、サロモンと。あ、そうなんですね。そう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 。いやでもこう今こうやって話してて、僕ふと思い出したんですけど、僕と忍さんバラエティとか出る時のスタイリスト一緒っすからね。そうね。でアントニーのやつが使い回してるよね、スニーカー。いや、そう、そうなんですよ、スニーカー使い回してるんですよ。5、6足ぐらいで、あのアディダスのジュンジェイのやつめちゃめちゃ履いてる俺も。めっちゃ番組の歌が履いてますよね。履いてる。まあ、やっぱりカディの流れから、やっぱ俺ね、一番最初のフォースワンの真っ白の方のプロレスを持ってるんだけど、それどっかしまい込んじゃったから分かんなくて出てこなくて、その次に出たエアジョーダン4のトラビス・スコット、いやこれかっこいい、このカラーリングいいね、今見てもね。いや僕もこれマジ欲しかったんですよ。俺これ結局抽選当たんなくて、ストック X 海外の方の、まだ日本対応する前の、まあ倍ぐらい、4万円ぐらいかな、めっちゃいい買い物。まだそう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 、まだいけたのよ、その時ちょうどロケで山内さんと一緒にいて、かまいたちの、はいはい、これ買おうと思うねんけどこれ何って言ってたの。そうですよね、吉本スニーカー同好会で物議を醸し出した、そうそうそう、かまいたち山内トラビス・スコット知らない事件だから、何の人っていう、はい、いやしかしトラビス並んでますね、うん、
でもやっぱね、本当はトラビス全部集めたかったの。これは本当自分で当たったやつ。いやー、これはいいですよね。これもあんま知られてないけど、これもあのトラビスモデル本人も一回も履いてないんじゃないかなっていうぐらいの、いやっていう伝説のモデルですね。本人が履いてないって説がある。本人はこれ の普通のジョーダンの方を私履いてて、こっちなんで履かねえんだよっていう謎のあれがあるんですけど、これもだから全部買っておこうと思ったから全部こう買ってったわけよ。AJ1 も持ってましたよね。AJ1 のトラビスも持ってましたよね。もう AJ1 は1個持ってない私。あれでもう嫌いになったんだもん。あれで全てやめたんだもん俺は1回。どういうことですか？1個も手に入んないから AJ1 は。まあだから途中で断念したわけよ。いやエアジョーダン1はやっぱほらトラビスファンじゃなくてエアジョーダン1ファンもいるから。いやそうなんですよ、そうなんですよ。そうなのよ。倍になるんだよ、はい、が戦いが。ちょっとそこで冷めたのよ。なんかもう息切れしちゃったっていうか、うん、もうダメなんだみたいな。もう今アントニーも履いてるけども、はい、もうこのジョーダン1シリーズのトラビスはさ、うん、もう法外なプレネがつくから。いやそうっすね、買えないのよ、無理よ。だって用意どんで10万スタートとかなんだもん、うん、いやそれはないよっていうさ。もう3倍でも4倍でもいいっすもん、買わないっすね。ナイキのことはもうナイキが大っ嫌い、ほんとに。大嫌い、大好きの裏返しですからね。何が腹立つってさ、冷めてるとか言ってる自分がもう完全に恋してるじゃん。拗ねてるだけだもん。大好きだもん。買えないから、買えないから、向こうがこっちに振り向いてくれないから、あ、俺好きじゃねえし、あいつのことってなってるってことですね。その状態、腹立つわ、ナイキって。まあ、続いてはね、まあ、やっぱラッパーモデルの中でもちょっとこう異質な、はい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 、ASAP ロッキーのアンダーアーマーモデル。 ASAP もな。じゃあ ASAP も好きで、はい、ロッキーもかっこいいじゃない。かっこいいですね。でロッキーはね、なかなかスニーカー出さないな、出さないのかなみたいに思ってたら、ついに出すと、初のコラボを出すっていうから、それは買わなきゃと思って、うん、そしたらアンダーアーマーとやるってこと でやっぱこれ日本の抽選だと全然、はい、でその日のうちまたストック X 覗き行ったら5000円ぐらいしか乗ってなかったの。お当日、はいはい、あ、これもう定価じゃんってなって、うん、俺はでこれは買っとかなきゃと思って、いろいろなんかこう後半何十年後かにこんなん出してたんだみたいになりそうだなって勝手 なんか自分の頭の中で思ってたから、はい、出品してる人に買います、うん、その値段で私買いますって言って、じゃあ OK ですってなって、うん、何日間かしたら全文英語のやつが来たの、はい、あの英語読める人にこう転送したら、はいはい、やっぱり売らないって言い出してるぞ。でもストック X 的にそれやっちゃダメらしいのね、一回 OK してた。だから多分このアカウントの人はバーンされるか、うん、まあ、罰金払うかなんかちょっと処置はありますよって言われたんだけど、いやそんなことどうでもいいと、俺は欲しいと、あれが、うん、じゃあもう一回買うしかないですよっつって、その場でサイト見たらもう2万円ぐらい乗っちゃってたの、うん、なるほどなるほど。まあもうでもしょうがねえか、一回買えたなんか変なテンションあるから、うん、はい、もうよく分かんなくなっちゃって2万プラスぐらいになってるやつを買ったの。したらこれ結構曰く付きでさ、はい、どっかの有名なスケシューのモデル、はい、丸パクリしてるらしくて、そこまで丸パクリじゃないでしょっつって画像見せてくれたら丸パクリだった。こうそういう曰く付きがあって結構気に入ってんのよ。これタンとかもすごくてさ、いやすごいな。これもなんか結構形がねやっぱ特殊、可愛いのよ。なんでアンダーアーマーで作ろうってなったんですか ね。ああいう人たちってやっぱ人と被るの嫌がるから、それもあって多分アンダーアーマーから話来て、あ、いいんじゃないアンダーアーマーっつって。でもね、そのラッパーモデルなるべく手に入るやつは買っていこうってことで、うん、これスケプタのね、はい、やっぱあのヨーロッパ UK 系のラッパーさんは結構こういうスポーティーなの履くんだよね、うん、ジョーダンとかじゃなくて、はい、でこっちをスケプタがいじって、この1個前もかっこよかったんだけど、カメムシみたいな色して気持ち悪くて、うん、あの人なんかちょっとこうアートワークも気持ち悪い感じするじゃん。でも結構曲も好きで独々しいというかね、はい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 、この感じが良くてさ、なんでこんな色気持ち悪い、こことかもう気持ち悪すぎるよ、気持ち悪いって言い過ぎですよ、気持ち悪いって。それがかっこいいのよ、気持ち悪い色にすんなっていう。その、でこのメタルとかもさ、品がないじゃん、それがまた良くて。これ見て懐かしくない？これ知らないでしょ、知ってる？これスワッガーの、あのこれね、左右対称のこれルーペフィアスコが当時入ってたんだよ。ルーペフィアスコ、そうかっこよくてさ、ショーズゴーオン、ショーズゴーオン。なんかさ、神保町花月って昔お芝居やらされる神保町のね、はいはいはい、あの箱があってありましたね。でそれでね、近未来の設定の舞台だったんですよ、はいはいはい、でなんか長谷川さん、近未来っぽい服ないですかって、全部俺自分の持ち出し。フェノメノンのさ、あのここが切れてる、ほんとこんなような色した、はい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 、あの派手なサンダーの絵入ったやつとか、バチバチでバッチバチのもうフェノメノンのあのスキニー履いて、はい、でスニーカーもこれ持ってったの、はい、持ち出しだよ吉本、今これ悪口言ってるからね。で1週間ぐらいの公演、はい、置いといたら、はい、マジで
誰かがカッターでこう傷入れてんの。え、嫌がらせされてんの俺。だってこれどう見てもカッターで切られてるでしょこれ。あ、ほんとだ。え、何これ。怖ってなって、怖いしムカつくし、もうでも行かれないし、なんか誰だろう俺のこと嫌ってんのとかいろいろ考えちゃって。当時からすぐそうやって人の悪口ばっか言ってるから、いやいやいや、恨みは買ってるんすよ。その時ちなみにいたのはブロードキャストさんとソドムソドムかなと思ってんだよ俺は。いや、やめてください先輩のこと、やめてください実家おもちゃ屋で大金持ちのソドムさん。ソドム。じゃあもういよいよ最後なんですが、はい、もうこれは、出演していただいた方皆さんに聞いてるんですけど、しのぶさんにとってスニーカーとは何ですか。スニーカーとは、どんだけ思いを寄せても振り向いてくれないものですね、いや、振り向いてくれるものもあったんじゃないですか今まで。いや全然振り向いてくれない一生振り向いてもらえないと思う。あ、俺は一生満足しないと思う、どのスニーカーを手に入れても。手に入れてもやっぱまたもっと、まあ、新しいのも出るし、もう手に入らないモデルもあるし、だからもう履ききれないだろうし。そうよく言うじゃん、映画を人生で全部見れないみたいな。それと一緒でもう多分履ききれない数のもうスニーカー出てるでしょ、はい、全部入れたら、はい、一生分かり合えないのがスニーカー分かり合えない、分かり合えないこいつとは。ただ、なんだかんだやっぱ一生追い続けるであろう。まあ、悔しいけどね、追うし、恋焦がれてる相手ではあるんだけど、マジで裸足で行ったのかなと思うぐらいもう腹立つもんねもうこいつらに翻弄されるのが。だから確かに、やっぱ最後、もうあれっすよ、ここに葬式のタトゥー入れましょうそういうことね。もうそれはみんな一時期思うもんね。いや、本当にそれがもういいって。ここにもね、靴下も履かなくていいように、ね、履かなくていいようにもうここにも入れて。そうね、でも俺も若くでいいからもう今更入れられないわ。もう20代だったら入れたかったけど。いや、でも今子孫の忍がタトゥー入れるの一番面白いですよ。いや、だからほら面白いになっちゃってるから俺面白いでやりたくないのよ別にいやいや、マインドは違うのよ。ツイートしたら2万お気に入りはいきます。いや、だからそれじゃ嫌なのよ正当な評価を受けたいのよいやいやいや、でもまあ今日はちょっとこうやって久々に一緒に楽しく話せてよかったです、ね、本当に。いや、楽しかった。ぜひまた遊びに来てください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルでは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。